小桜のぴょーちゃんの便検査ですね。40倍でこう顕微鏡で見てるんですけど、この倍率でも線虫の卵があると見えることがあります。楕円形で目ん玉みたいにしたちっちゃいのがね、まあここでは見えません。で今度ちょっと倍率を上げますね。うんちっぽいところで、どこでしょう、この辺がちょっとうんちが広いてるかな。100倍、はい、もう一個倍率上げて400倍。まあこれ運指だと思います。でこの中はちょっと見えないけど、このこういうところにね、ちっちゃくてもぞもぞ動いてるの分かります？めっちゃちっちゃい点みたいなの、はい、分かります、はい、これ細菌なんですよ。で運指には当然細菌はあります、はい、でこれがですね、この辺も細菌です。これはなんだ、この動きをするのは。で細菌はその場で動いてるのが細菌です、はい、これちょっと嫌な動きしてるね、これ、うん、ちょっと細菌の動きがさ、ちょっと活発だから、はい、腸内細菌数が崩れてるんだろうなと予想はされます。ただこの場合で実を言うとね、原虫ジアルジアとかトリコモナスっていう原虫は見つけることができるんですけど、はい、それはいないです。もしいたら、はい、本当簡単にこの画面を横切る動きをしてくるんでね、はい、ただうんちの取れてる量自体が少ないからさ、ちょっと正確性には欠けるかもしれませんけど、倍率をもう一回100倍、40倍にして消化具合を見ます、はい、でこれは炭水化物の消化具合を見るんですけど、はい、炭水化物が消化してればまあこう抜けてくるんですけど、はい、こう黒くなってるとこ、はい、これはね炭水化物がちょっとここはいいけどこういうとこね、はい、未消化反応がありますただうんちっぽいのが少ないから、これも縁っこだもんね、うん、ここしか見えないの。まあこの辺は悪くないですけどね、この辺がちょっと未消化反応があるかな。次、脂肪の未消化反応で、脂肪の未消化反応があるとですね、なんと先にその色を出したいんだけどな、これじゃないな、まあちょっとここにピンク色っぽいのが見えるじゃないですか、はい、これが便の中に見えてくるんですよね、はい、でここは黒く見えてても問題はないです、はい、そのピンクか赤色に染まってるとちょっとまずいんです。あ、こっちか、ごめんなさいごめんなさい、脂肪の未消化反応ね、こっちのうんちたくさんあるじゃん、うんうん、脂肪の未消化反応はないかなと思いますね。はい、寄生虫、線虫の卵はいません、うん、原虫もいなかったです、うん、未消化反応が炭水化物は、
ちょっと未消化反応ありました、はい、でも脂肪は未消化反応、はい、腸内細菌数はちょっと活発かな、くつれてるかなと、はい、そこまで分かりましたね、はい、OK です。